千葉県は8月22日までまん延防止等重点措置の対象となっていましたが新型コロナの感染が急速に拡大していることから来月2日以降31日まで緊急事態宣言の適用地域となりますこれを受けて東京ディズニーランドとディズニーシーを運営するオリエンタルランドは来場者数をそれぞれ1日当たり5000人以下に制限することや 午前10時から午後7時までの時短営業を8月31日まで続けることを発表しました。酒類についても引き続き販売を見合わせるということです。